ようこそセカウラへ。皆さんは本当の浦島太郎の物語はご存知でしょうか。実は浦島太郎は子供たちだけの昔話ではなく、日本の正史にも掲載されている立派な日本の歴史の一つなのです。さらに言うなら、語り継がれるおとぎ話にはほおとき話という別名もあり、書き換えられた本当の歴史を伝えるために作られたとする説もあるようです。ということで、今回は日本の歴史として存在する浦島太郎伝説を紹介するとともに、考察を進めてみたいと思います。それではどうぞ。誰も知らない真の浦島伝説。私たちがよく知る昔話としての浦島太郎の物語は、もともとあるストーリーとはかなり違っているようです。私たちがよく知るストーリーといえば、いじめられている亀を浦島太郎が助け、お礼に竜宮城に連れて行ってもらうというものです。そして浦島太郎は毎日楽しく遊んでいたものの、なぜか急に帰りたくなり、竜宮城の乙姫様に帰りたいと告げます。すると乙姫様はお土産にと浦島太郎に玉手箱を渡すのですが、決して開けないようにと言い含めます。そのことをあまり気にしないまま、浦島太郎はお礼を言って故郷に戻るのですが、戻った故郷は恐ろしいほどの年月が過ぎてしまっており、家族ばかりか家までなくなってしまっていたのです。そこで絶望した浦島太郎は乙姫様の注意も忘れて玉手箱を開けてしまいます。その結果、浦島太郎はしわしわよぼよぼ真っ白のおじいさんになってしまうのでした。子供心に納得のいかないラストに悶絶された方も多いのではないでしょうか。ちなみに私は納得いきませんでした。亀を助けるといういいことをしたはずの浦島太郎が、なぜおじいさんになってしまうというペナルティーを負わなければいけないのでしょうか。他の昔話、例えば下切り雀などであれば、単純に完全懲悪で意地悪なことをしたらダメですよという教訓があります。しかし、良い行いをした浦島太郎がおじいさんになってしまうというラストには、教訓どころか何の救いもありません。そこで、この理不尽すぎる浦島太郎の物語がいつから存在し、もともとはどのような物語だったのかを調べてみました。浦島太郎にまつわるエピソードが記されている最も古い書物は、日本の正史、日本書紀です。日本最古の歴史書に浦島伝説は掲載されているのです。さらに同時期に編纂された丹後の国風土記、そして日本に現存する最古の和歌集、万葉集にもあります。ということで、ここからは古文書に書き記された浦島太郎の物語を紐解いていきましょう。日本書紀と万葉集の浦島伝説。はじめに日本書紀に記された浦島太郎の物語を見ていきましょう。浦島太郎の伝説は有略天皇22年秋7月の上にあります。ここで浦島太郎は浦の島子という名前で登場します。名前の印象から女性を想像しがちですが、浦の島子はれっきとした男性です。物語は丹後の国与謝郡に住んでいた浦の島子が船に乗って釣りに出かけたところ、とんでもなく大きな亀を釣り上げてしまうところから始まります。そして釣った亀をしばらく放置していたところ、亀はいつの間にか美しい女性にその姿を変えていたのです。つまり釣った亀は乙姫様だったと考えられます。そして浦の島子はきっと一目惚れしてしまったのでしょう。二人は結婚し、海中にある蓬莱山に行き、仙人たちにご挨拶回りをして、めでたしめでたしという内容になります。日本書紀に記載された浦島伝説はこれだけですが、ここにはかなり重要な情報が詰まっています。まず、浦の島子が釣りに出かけたのが、有略天皇22年と具体的な年数が記されている点です。これは西暦478年に相当する年代になるのですが、この年代は政権がひっくり返る大化の改新より200年近く前の出来事ということになります。さらに浦の島子が住んでいた場所が現在の京都府にある丹後の国与謝郡と記されています。日本書紀には浦島太郎の住所が公開されているということですね。
他にも助けた亀イコール乙姫様という存在であるという内容もさることながら、2人一緒に海中にある蓬莱山に行き仙人に会ったという内容が日本の正史に記述されているのです。古式古典の宮下文書では蓬莱山イコール富士山というイメージがありますが、正史日本書紀では海中に存在し仙人が住む場所という設定になっています。以上が日本書紀に綴られた浦島伝説でした。続いては日本最古の和歌集万葉集に書かれた浦島伝説を見ていきましょう。万葉集に出てくる浦島太郎は水の絵の浦の島子という名前で登場します。水の絵の浦の島子は船を出して釣りに出かけ、7日も家に帰らず釣りに明け暮れており、長時間船に揺られていたことからついうっかり人間の世界と綿摘みの世界の境界を越えてしまったとされています。まるでジブリアニメのような展開になってきましたが、水の絵の浦の島子は異世界のような世界に迷い込んでしまったと考えられます。そしてその世界で出会った綿摘み族の王綿摘みの娘と仲良くなり結婚することになりました。綿摘みの娘が乙姫様の位置づけですね。しかししばらく綿摘みの宮で暮らしていたものの、やっぱり故郷が恋しくなり里帰りしたいと言い出します。その時綿摘みの娘である妻は快諾し、もしもこの世界にまた帰りたいと思うならこの箱を持って行きなさいと小さな箱を渡し、何があっても絶対に開けずに持っていてくださいと言い含めます。というわけで水の絵の浦の島子は3年ぶりに故郷に帰るわけですが、景色が様変わりしているばかりか我が家もなくなっていました。あまりの状況にパニックになった水の絵の浦の島子は妻の言いつけを破って箱を開けてしまいます。水の絵の浦の島子は箱を開ければ全てが元通りになると思い込んでいたのです。しかしその箱からは白い煙のようなものがもくもくとたなびくだけで何も変わりませんでした。そのことにがっかりした水の絵の浦の島子はその場で気絶してしまいます。そしてしばらくして目が覚めた時、水の絵の浦の島子はシワだらけで白髪まみれのおじいさんとなり、そのまま天に召されてしまったのでした。以上が万葉集に載っている浦島伝説です。大筋は私たちがよく知っているストーリーと変わらないように思うのですが、このストーリーの中には昔話には出てこない非常に重要な情報が隠されています。それは島子と結婚したのが綿摘み族の王綿摘みの娘だと明記されている点です。日本の古文書にはたくさんの神が登場しますが、昔話にはない神の名前が登場するのはとても興味深いと言えるでしょう。ということで最後は丹後の国風土記に記される浦島伝説を紹介したいと思います。情報刀丹後の国風土記の浦島伝説。丹後の国風土記に記されている浦島伝説は前述した日本書紀と万葉集と比較すると最も情報量が多く、私たちの知っている物語とはかなりかけ離れています。冒頭の記述では与那郡という場所に筒川という村があり、その村に筒川の島子が住んでいたとあります。そして主人公の人となりについて、美男子な上高貴で洗練された雅な雰囲気を醸し出す類なき人物と称賛しており、この好青年こそが水の絵の浦の島子というものだとしています。つまり筒川の島子が本名で、水の浦の島子という呼称はその姿形をことほぐニックネームということですね。そして島子は草壁氏のご先祖様でもあるとのこと。ここですでに情報量がかなり多いということがお分かりいただけたかと思います。島子の人物像がかなり詳細に描写されているだけでなく、具体的な住所の他に子孫まで明記されています。個人情報盛り放題という状況ですね。ではストーリーはというと、出だしは日本書紀と同じく雄略天皇の時代にまで遡ります。島子は一人で船を出し海に出たものの、一向に魚は釣れず途方に暮れていました。そこで3日ほど粘ってみたところ、ものすごく強い引きを感じ、思いっきり引き上げ釣り上げたのは
とんでもなく大きな五色の亀でした。見たこともないものを釣り上げてしまった島子はなおさら途方に暮れてしまい、その場で仮眠を取ることに。すると島子が寝ている間に五色の亀は美しい女性へと姿を変えたのでした。目覚めた島子が驚いて、あなたは誰ですかと聞いたところ、その女性は、私は仙人が住む天上界からやってきた天女ですと答えました。そして素敵な殿方が一人で釣りをしていると聞いたので、どうしても会いたくなり雲に乗ってやってきましたと告白し、島子に向かって、私の気持ちは二人で天地秘月の永遠の次元に身を置くことですと言い、あなたはどうお考えですと問いかけたのでした。この告白の内容はというと、天と地、太陽と月とはすなわち陰陽を表しており、陰陽五行思想では陰は女性、陽は男性を表します。つまり陰陽が結合し二人で一つの次元に身を置くということは、簡単に言ってプロポーズです。一つになって一生一緒にいましょうという意味になります。島子はそれを受けて、断る理由はない、望むところですと答えます。天女は喜んで、それでは蓬莱山に行きましょうと言って島子を眠らせました。次に島子が目覚めた時、そこは海中の不思議な空間でした。とてもきらびやかな世界は、至るところに宝石が散りばめられており、二人は手を取り合ってゆっくりと進んでいきます。やがて一軒の見事な家の前にたどり着いた時、天女が少しの間ここにいてくださいねと言って、先に家の中に入っていきました。すると家の前で待っている島子のもとに7人ぐらいの子供がやってきて、わあ、この人が亀姫の夫なんだと囃し始めたのです。亀姫とは天女のことらしいなと思った島子は、その後首をかしげてしまう言葉を耳にします。なんとこの7人の子供たちは自分たちのことをスバル星なんだと言い始めたのです。スバル星は夜空に輝くプレアデス星団のことを指す言葉ですが、子供たちは自分のことを人間でも神様でもなく星だと言っているのです。そうこうしているうちに、さらに8人の子供がやってきて、自分たちのことを雨降り星だと紹介します。子供たちはすべて星として登場しています。しかしこれは日本神話にはほとんど見られない表現です。そもそも星という表現が日本神話にはほとんど出てきません。そして子供たちは天女が住む立派な家のことを一田宅の門と表現しています。この一田とは大地を意味し、大地は万物の根源、宇宙原初の次元、世界の始まり、陰陽が生まれ出ずる前の混沌といった哲学的思想的概念です。簡単に言うと、宇宙や万物の根源を表し、天の中心に位置する星を神格化したものと考えられるのですが、注目すべきは五行思想の哲理が反映されている点です。陰陽五行思想的なプロポーズ、星団を擬人化させた子供たち、そして大地という象徴的なフレーズを登場させていることから、この物語には本明堂のエッセンスがふんだんに散りばめられていることが示唆できます。話は戻ってストーリーの続きを見てみましょう。ここからは昔話とほとんど同じ天結へと流れ、楽しい宴の日々が続いた後に島子が故郷に帰りたいと言い始め、それを聞いた亀姫は涙を拭いながら、心は金岩に等しく永遠のものと思っていたのに、それを願っていたのに、なぜあなたは故郷に帰りたいなどと言われるのでしょうか、なぜ二人の一時を自ら捨てるのですかと嘆いたとされています。しかし亀姫の涙の訴えも島子が故郷に帰りたいという思いを変えることはできませんでした。亀姫は別れ際に、どうか私のことを忘れないでください、また再会したいと思うのであればこれを固く握りしめ絶対に開けないでくださいねと言って島子に箱を渡します。その後島子は再び眠らされ、一瞬にして故郷に帰ると村の様子は一変していました。そこで村人に自分は水の絵の裏の島子だと言い、家族について尋ねると、昔はそんな人が住んでいたみたいですが、確か島子という人物が一人で海に出たものの、
その後再び帰ってくることはなかったとか、もう何百年も前の話ですよと答えたのです。シマ子は呆然とした思いに駆られつつも村中を練り歩きます。しかし父も母も知っている人も見つかりません。こうしてさまようこと1ヶ月、シマ子は呆然としながら玉手箱を撫で亀姫のことを思い続けました。そしておもむろに亀姫との約束を忘れて玉手箱を開けてしまったのです。絶対に開けてはいけないと言われていた玉手箱の中からは蘭のようなかぐわしい香りが漂い、玉手箱はそのまま空へと飛んでいってしまいました。そこでシマ子は亀姫との約束を破ったことに気づき、もう二度と会えないことを悟り、途方に暮れて歩き回りました。以上が丹後の国風土記に伝わる浦島伝説です。もともと悲惨なオチで知られる浦島伝説ですが、三種三様の伝説には今に伝えられる昔話には存在しない貴重な情報がてんこ盛りといえます。中でも不思議なのは丹後の国風土記に盛り込まれた陰陽道の概念です。このことについて作者の極めて深い含意が込められていると解する識者も少なくないようですが、研究者によって訳文に微妙な相違が見られることから、万人を納得させる確たる解釈は未だ得られていないとされています。とはいえ浦島伝説をいろいろな角度から解読しようと試みることは、闇に葬られた真の日本の歴史を知る上でも非常に重要と思います。なぜなら浦島伝説は単なるおとぎ話ではなく日本の史実だからです。そうは思いませんか？それでは今回は以上となります。ぜひチャンネル登録、評価の応援お願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。